様子を。あ、これで出てましたね。あ、待っとかなあかんわ。あれは待っとかないと無理だ。いい感じ。よし。よっしゃ。結構運転してるんですよ、夏休みは。割と車でどっか行ったりとか、なるべくするようにしてるけど、一回もあの高速道路は使ってません。日曜も慣れましたね、完璧。友達来て、こう一緒に乗って行ったりとか、コストコも行きました。コストコ。はい。まあ、いいえ、つったまじゃないですか。違います。京都、八幡。あ、八幡の。一回、あの、一号線乗っていたじゃないですか。はいはい。あれで行きましたね。混んでませんでした？あ、いや、あ、めっちゃ早く、8時とか。ああ、もう運だ、大丈夫。あそこも。ね、早いですね。混むんで。てか、開くのがめっちゃ早いんですよ。あ、なぜ？ほんまですか？調べた感じやったら、10時オープンなんですよ、本当は。でも、なんちゃったかな、8時半とかには空いてました、ね。そうなんですよ。これ普通に、高槻まで行きます。あ、右で。平成薄い。そうなんですよ。平成相変わらず薄いですね。なんか日によって、なんかこう調べたら、やっぱ混むから早く開けてますみたいな。で、その何時開いてるか分かんないらしいんですけど、確かに前行った時10時の時点で、10時オープンで10時行った時に、その時点でもう人がめっちゃ帰ってるみたいなのあったんですよ。なんでやろうと思って、思ってたら、早起きて早もう済ませて帰らはる人いる。お盆時間はあの8時半とか8時からオープン、この日とか全部書いてました。ヤバタは場所移るかもっていう噂があるらしくって、近隣住民からの苦情がすごいって。そう、ね、なんかいつも混んでるからやめてくれみたいなことを言われててって言って言ってました。やつで、いやほんまにひどいですもん。ああ、そうなんですか。住んでる人、住んでる人にしてみたら、あんな、なんか一回家出たらもう帰れないっていうかね、なんか、確かに、あんなとこ車ないとね、生きていけないですよ。まあまあな、ほんであそこら辺高級住宅街。ああ、そうなんです。高級住宅街だ。なんてことをしてくれてるんだみたいな。なんか、もともとコストコがあったところに家買ってでやったらわかるんですけど、もともと結構ありました。もともとあったところにできたんですよね。出られてやっぱクレームきますよね。そんな理由で、どっかの大阪のね、どっかでね、コストコが、あそこかな、森口かな。森口にもあるんですか。いや、森口今作ってるんですよ。あれコストコでしたっけ。なんかね、森口のあれ、まもなく左方向です。パナソニックがあったところを今通過して、でかい敷地のところを、あれなんかコストコできるん違ったかな、多分、なんかコストコマニアじゃないんですけど、知り合いの人、すごいコストコ詳しい人がいて、よく行ってはったんですよ。でも時代は変わったよとか言って、森口にあるなんかデパートが今めっちゃいいみたいな。森口やったかな、森口じゃないな、どこだったかな。なんかあのコストコやっぱ量多いけど、そこはしなんか質はよくって量もそれいいぐらいみたいな。コストコのやつ絶対冷凍せなあかんし、すごい、ちょっとそのままではすぐ食べられへんから。どこですかねそれ。森口かな、コストコの近くって言ったんですよ。森口じゃないかも。どこやろ。コストコの近くだよって言ってはって、スーパー、そこはすごく美味しいらしいんですよ。シューマイとか、そこで作られてるやつとかもすごく美味しくてみたいな。1号線の沿いにあるって言ってました。あ、1号線沿い？沿いって言ってましたよ。あっちの方って言ってました。いや、あのちょこちょこね、道の駅とかあるんですよ。あ、
あそこら辺スーパー言ってましたよ。うん、スーパー最近週一でそこ通ってるって言ってました。スーパーらしいです。美味しいよとか言って、とか言って、どんなとこやったら、めっちゃ忘れた。うわ、すっごいど忘れです。じゃあスケジュール帳に書いてるのに忘れた。全然知らない名前だったんですよ。でもほんまに聞いたことないみたいな感じだったんで、全然印象なくて。およそ300メートル先、今白町の左方向です。どこから曲がるか知ってます？高槻の、あれ山ですよね。え、山の方ですよね。そうそうそう、成り合いとかの方ですよね。成り合いっていうか、成り合いですよ。JR の高槻の駅前で車を持ち台借りてるらしくて、はいはい、私はこれで行くんですけど、はいはい、持ち台借りてるからそれで行くっていう話で、はいはい、多分真上の近くって言ったかな、借りるところ。多分 JR の高槻駅集合ぐらいになると思うんですよ。駅前通って山の方ですかね、北の方に行く感じのルートですかね。坂道登っていくかな。稲市ずっと行って途中で左に切って曲がっていった方が、はい、道は単純は単純です。ああ、そうなんですね。いや、高槻駅からやったら、なんかあの山わーって登っていって、あれですよね、マクドとか綺麗になってるところですね。そう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 、前の職場付近ですね。うん、そうそう、はい、そこは知ってますね。あそこの人すごく便利になったんじゃないかなと思ってきて、ほなどうします？高槻駅、高槻駅のところをじゃあ左折して行きます。はいはい、